さて快速の米原駅に乗って、米原まで来たわけですけれども、正面には新快速の播州和光行きが止まっています。 JR 西日本の車両、私の大垣 JR 東海方面からやってきたわけですけど、 JR 東海から入ってきたらね、この水色の改札を使わないと出られないらしいですね。さっきねピンポンってなって、なんかやらかしたかなと思ったんですけど、単に出る改札が違うだけでした。さてこの米原駅というのは東海道本線、さらに北陸本線、近江鉄道の本線、さらには東海道新幹線も乗り入れてるね、素晴らしい交通の要衝なんでございます。そのためね、動画でいろいろ米原駅のことを見てみたら、米原駅周辺には何もないよと紹介するような動画があったので、本当にね、いやそんな交通の要衝なんだから何かしらあるだろうと思いまして、自分の目で確かめるのがね一番ですから、この情報があふれる社会で、東海道新幹線が通過していく、なので米原駅に来たわけですけれども、あれ本当にこれ何もないな。東横インがかろうじてありますけれども、明かりがついてる部屋は本当に数室です。まあまだ17時ぐらいなんでね、こっからチェックインするお客さん、まあ、何人かいらっしゃると思いますけれども、駅前はこんな感じ。まあまあまあね、西口があるということは、こちら東口もありますから、まあ、そっちの方は栄えてるんでしょう。この米原駅西口、西の方にずっと歩いていきますと、ここから見えませんが琵琶湖方面に続きます。なのでこれ琵琶湖のね玄関口の駅なんですよね。そんなところに何もないなんてことはないだろうと思いまして、ウィキペディアちょっと見ましたところですね、前原駅は東海道新幹線、東海道本線、北陸本線という鉄道交通網の観点で言えば存在感があるが、駅周辺に著名な観光地が立地せず地味な印象が強くなってしまった。そうした印象を克服すべく前原駅東口の再開発が進められている。おお、やっぱね東口にはものがいろいろあるんですよ。なんで西口で何もないんで東口の方に行ってみましょうね。まあ、米原駅あれですよね、小玉号と光号は停車するんですよね。滋賀県内唯一の新幹線の駅です。これ新幹線乗り場なんですが、ちょっとコンパクトですよね。まあ、県内唯一の新幹線の駅なら何かあるだろうという理論はですね、岐阜県内唯一の新幹線の駅である岐阜羽島駅、あの周辺に何もないことから、まあ、すでに私の理論は反証されて成り立ってはないんですが、それでも希望を失うことは良くないですよね。光号、小玉号、米原駅の立地はこんな感じ。琵琶湖からねすぐ近くで、近くには関ヶ原、あとは長浜、そして南に行くと彦根がありますね。おいおい、ちょっと待ってくれ、東口の方が何もないなんてことあるのか。お羊のショーンはいますけどね。駅前はこんな感じ、観光案内所もこの通り閉まってますね。9時から17時までしかやってないのか。取れ高がなさすぎてビビるんですが、米原港跡なんてありましたね。看板がちょっと暗くてあんまり読めないですけれども、米原港は米原駅付近にありました。この北村源十郎って人が琵琶湖と入江内湖っていうのかな、そこを結んで港を開いたんですね。こういう船で物資を運んでたんですね。調べてもね全然情報が出ず、まあ、多分ねここら辺から琵琶湖までを結んでた水路みたいな、そんな感じだとは思うんですよね。まだ歩きでは行けると思うんですけれども、昔の人はね、まあ、川とかあったらそれを水運として使うっていう知恵はあっただろうし、あんまりなんかもうちょっと詳しい説明があってもいいんじゃないかなって、もっと大々的に PR してもいいんじゃないかな。そもそも PR する場所がこんな感じで少ないのでね、えこれが新幹線の駅だと思いますか。駅からね歩いてねほんの少ししたらもう街灯もポツリポツリとあるような、あそんな場所ですよ。なんか異世界に迷い込んだわけじゃないよね。ああれが市役所だ、あれが市役所、駅前に市役所があるなんて、なんていうコンパクトシティなんだ。米原駅周辺で一番高い建物はあの東横インです。あれ以外に目立つ建物といえば、あれはなんだ、じゃーん光が光ってて見えないけど、まも東横インでしょうね。
もう本当に人っ子一人存在しないような場所なので、この街灯の下に人とかいたらめちゃくちゃびっくりしますよね。こんな風にねちょっと大声でめちゃくちゃびっくりしますよねって言って、本当に街灯の下に人がいたらその人の方がびっくりするでしょうね。なんだこいつブツブツ喋りながら歩いてるよと。岐阜県の大垣を旅行する動画でも言ったんですけれども、やっぱね周りに何もない方がね観光してるという気分はありますね。観光というか旅行してる気分はありますね。僕多分まあ普通の人はねあんまり区別しないと思うんですけど、まあ観光と旅行っていうのは、まあ一つ違うものかなというふうに思っておりまして、まあ僕はね旅行の方が好きですね。いわゆる旅というものです。なのでその土地とかね人々の暮らしっていうのをまあ思い馳せながらいろんなところを歩いていくというかね、いろんなスポットを見ていくっていうのが、まあ私は旅行だというふうに思っておりまして、やはり商業化されたね観光地みたいなところを回って、あ楽しかったと単純に帰っていく、まあそれを私は観光だと思ってるんですけれども、まあそれね僕はねやっぱ旅行の方が好きですよね。お、東海道新幹線がものすごいスピードで通過していきます。まあ、かっこいいね新幹線。もうずっと歩いていきますとこんな風な施設が見えます。もう新幹線みてえなやつが置いてあるな。よいしょ。へえ、まあ、次世代の新幹線を作るためにテストされていた車両、まあ、それがねここにあるんですね。はあ、フェンス越しでしか見ることはできず、またこの中に入れるのも年1回だそうですね。新幹線の顔が流線形になっているのは皆さんご存知かなと思いますけれども、どの流線形がいいのか比較検討していった車両たちがここに並んでるんですね。全部で今3つありますけれども、それぞれが全て角度とかね違う面白い独特な形をしています。これらのねおかげでね現在の新幹線の高速輸送があり得てる。感謝しながらねこの前原を歩いていかなければなりませんね。多分通過する車窓の中からでも新幹線じゃ見えないか。あ、でも小玉とかはね前原駅来る時には多分減速すると思うので、そうですね新幹線の車窓からもおそらく見えるのではないかなと思います。まあ明るい時間に来た方がね絶対いいとは思うんですけれども、いやほんと前原来てよかった。星が綺麗に見える、素晴らしい。あ、なんか来た。あ、養老鉄道だ、養老鉄道。あ、養老鉄道じゃねえや、近江鉄道だ、近江鉄道。あれかな、もともと西武鉄道で使われていた100系だったかな、その車両が今走っています。色が全然見えないけどな。まあ、ただあそこがホームで光照ってるんで近くまで行けばね全然見えるかなと思います。そんなにね本数ないと思うのでこんな風に見られるのは結構珍しいかもしれませんね。あ、これですよね、この車両、この車両。いやーかっこいいですね。実は実家が西武鉄道沿線でございまして、この車両よく西所沢駅で見てましたね。西武球場前に行く時に使われる電車がこれと同じ型の西武鉄道から黄色の車両でございました。やっぱ譲渡してねこんな風に近江鉄道カラーに塗り替えられて今でも現役で走ってるんですね。まあそんな感じで米原駅東口に戻ってきたんですけど、やっぱ何もなかったっすね。まあかろうじて新幹線がね保存されている場所なんかも見えましたけれども、なんか観光案内所とか作るよりはこういったものをね、こういったいわゆる土地の歴史を伝えるものをもっと大々的にお金かけてね整備してあげればいいんじゃないかというふうに思うんですよね。まあ、さっきの地図に戻ってきましたけれども、米原が発展しなかった理由はこの地図にちょっと描かれているんですよね。米原はここにあって、ここに彦根があって、ここに長浜があるというふうなご説明をしたと思いますけれども、もちろんね米原駅付近の図が書いてあるんですが、こっちの方がより詳しいですね。なぜか長浜と彦根駅周辺の図もこの米原駅に書いてあります。なんでここに書くんだって話なんですけれども、まあ、この2つのねやっぱ城下町に挟まれてるんで、まあ、米原は発展しなかった、おそらくそういう理由があるんだと思います。彦根は井伊家の彦根城がありまして、長浜っていうのは豊臣秀吉が作った長浜城、もうこれは現存しませんけれども、その2つの城下町に挟まれたらね、まあ、米原はただの交通の要所ですから、まあ、発展しないわけですよね。さて光660号東京行きに乗ってですね名古屋駅まで戻りたいというふうに思います。ちなみにこの米原という地はもともとは米原という地名だったらしくて、2005年にね
舞原市っていうのが生まれたらしいですね。もともとは舞原町という名前で、駅名が舞原で、市になるときにその舞原町というのをこの駅名にちなんで舞原市としたそうです。